花王、キャノン、スズキ、ドコモグループの提供でお送りしました。夕べの午後10時ごろ、どこで何をしていたのか刑事さんたちにお話しなさい。俺は何もやっちゃいねえよ。その時間どこにいたのかと聞いてるんだ。俺のこと疑ってんのかよ。いや、決してそういうわけじゃないんだよ。一応ね、一応被害者の話によると高校生ぐらいに見えたっていうことなんでね。だからってなんで俺のとこ来んだよ。君に背格好や風貌がよく似てるんだ。は？君さ、中学の時障害で補導されたことあるよね。もう一度聞くよ。昨夜の午後10時頃どこにいたんだ。風間、ちゃんと答えろ。家にいたよ。それを証明できるものはあるかな。ねえよ、そんなの。じゃあ聞くけどよ、俺が犯人だっていう証拠でもあんのかよ。来てきた。どうなんだよ。やめろ。やめろ。やめろ。そういう態度だから疑われるんだろ。やめろ。やめろ。今日のところはこれぐらいで、今度俺んとこ来るときはちゃんと証拠持ってこい。やろ。警察が来るなんて我が子では前代未聞です。でも風間は何もやってませんよ。